はい、というわけでお元気でしょうか。ダダサバイバーのお時間でございます。今日もね、ダダサバイバーやっていこうと思うんですけど、今日なんですけど、いや僕ね、もうね、ほんとなんだっけ、なんとかイベント減少セール減少イベントね、もう全部クリアしました。もうこれも全部買ったでしょ。で、これちょっと見ていただきたいんですけど、これ、全クリしました。バンあれね、これね、全クリすんのね、このなんだ、さーっと来て、はい、ここ。これチャプターさんがね、おすすめですね。敵がね、もう瞬どけするし、なおかつ8分ステージってことで、これかなり楽なんで、ここでね、イベント終わらすのが一番いいかなと思います。はい、まあ、イベントもうすぐ終わりますけどね。早速、取っていきましょうか。どんどん取っていって、これで今日ね、一発で引いて、で、今日やりたいことなんですけど、ちょっとね、これ全く別のことなんですけど、僕今まで、このゲームに課金した金額、皆さんすごい気になってると思うんですよ。実はですね、約、まあ、ざっとっすよ。ざっと考えて、だいたい50万ぐらい多分言ってると思うんですよ。いろんなものざっと考えてね。まあ過去にはね、この赤ライトチェイサーも作りました。赤破壊者コートも作りました。まあこれアンドアーマーも作りました。まあフットアーマーも作りました。まあいろいろこれ見てくださいこれ。バカでしょこれ。マグナムも赤くしました。バットも赤くしました。それぞれの武器をね、真っ赤っかに染めてきて、50万円です。はい。で、今日なんですけど、まあ、今日の、あ、ガチャ引くか、忘れてた。ガチャ引くの忘れてた、俺。これ23連分なんで、単発3連の、10連を2回と。いきます。はい。はいはいはい。破壊の力、カモン。タルは、破壊の力、来ちゃえ。おー、でもエクセレントのね、あの武器めっちゃ今集めてんので、めっちゃ嬉しいな。OK、いきます。エクセレントの武器、頼む。来い。おいしょ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 。結構いいぞ、割と。割といいね。ちょっと一回合成しておこうか。まあ、これでちょっとね、ショットガン赤くして、前人未到の誰もやってないと思うんだけど、ショットガン赤っていうのをね、ちょっとやっていこうと思うんですけど、まあ、そんなことどうでもいいですよ。今回は、50万円課金したアカウントで、最強でしょ言うたら。だって見てこれ。チャプター75までクリアしちゃってるから、もう最強なんで、武器いらなくないっていう。武器なしでも、なんか勝てんじゃねえのっていうね、検証してやっていこうと思います。バカでしょ、うん、武器なしってのがなかなかないと思うんですけど、まあこれで今日はどこ行こうかなっていうところを考えたんですけど、デイリーチャレンジがね一番わかりやすいかなと思います。で、今日に関しては60秒ごとに HP 全回復、ボス戦以外ね、敵の弾が大きくなる。まあこれは別にどうでもいいんで、これでやっていこうと思います。これね、これ月読みの月下一山かませばなんとか初動から生きてけんじゃないかなということで行きましょう。 OK。 まあ裏でね、まあ動画にそんなしてないですけど、最近裏で結構やってんすよね、これ。オッケーオッケー、ゴミしか出ないと。オッケー、これで、月下一段取って。で、月下一段しか攻撃する、術がないから。ちょ、待って。おいしょ。60秒ごとに HP 全回復でしょ、これ。待って、死ぬんじゃないこれ。大丈夫？はい。待って、ドローン、ちょっと待って。月下一段。ちょっと、月下一段の攻撃。あ、もういいや、これ。赤いオーラで倒そうぜ、これ。オーラついてこう。お前ら。あ、こう、しょ、回復してけ、回復。オッケーオッケーオッケー、ドローン AB 来た。AB が初手で揃うのはめっちゃ美味しい。これずっと逃げとけばなんとかなるでしょう、どうせ。武器ないんで、やばい、ちょっと待って。武器ないっつってんの、マジで。武器がない、あ、使っちゃった。ちょっと待って、これ初動はしょうがない。初動逆にしょうがない説ありますね。どうしようかな、ここで。ボス戦に備えてロケット発射。で、そして、あー、ちょっとね、あれ欲しいんすよね。電気、雷。で、一旦これ取って、でロケットかましつつ、オッケーオッケーオッケー。やばいこれ。これちょっと待って、これ大丈夫か？ああ、来た、雷発生器。これでなんとかいけるか？これデイリーチャレンジってさ、レベルが低いとこってわけじゃないよね、別にね。おー、ぶれ。変な衝撃波みたいなやつすげえ強い。オッケーオッケーオッケー。はい。ちょ、なんだっけ？恒星の爆薬欲しいな。恒星の爆薬でちょっと範囲広げていきたい。なぜ区内がある？待って。なんで区内があんの？え？区内使ってた俺。何も使ってないんだけど。ここで区内は効いてない。ここで区内は効いてないけども、このまま行ってみましょう。とりあえず。ま、避けて、しっかり避けて。じゃ、サッカーボール欲しいな。はい。はい。あ、敵の弾でかくなんだっけ？なんか意味あんのかな、それ。オッケー、ここで、ちょっと威力アップしてって、恒星の爆薬がちょっと一旦欲しいな。赤いオーラを広げていきたい。これ武器持っちゃうの、事前に。効いてないんだけど、武器持つって。これ意味なくない、普通に。ただ武器は持ってないので、もうシンプルに攻撃力が下がっただけって感じ？ちょっと待って、これ。やばい、敵が多い。だ、雷発生器、ちょっと待って。雷発生器2本プラスで出るんで、今。なんだっけ、テックパーツのおかげで。
これはね、ちょっとスピード上げていきましょう。スピード上げ、おっと、でかい。今、弾でかくねえか、ちょっと。でかい、でかい、でかい。弾がでかい。弾がでかい。下ネタみたいだけど、弾がでかいんだけど、ちょっと。このね、やっぱね、初動のはきついと思うんですよね、割と。最悪コンティニューで、近くに寄らないと月読みの攻撃当たんない。弾でかくねえか、ちょっと。当たり判定もなんかザクとか言わないから、音がさ、効果音ないからわからんっていう。やばい、減ってる減ってる体力。しっかりここで PS を見せていく。PS の違いを。PS の違い。待って。待って。きつい。まだ何3分の1残ってる、まだ。ちょ、残ってんな、まだ体力。これ、全部避ければいいでしょ。これ簡単なことだ。簡単なお仕事。あ、待って、危ない。全部避けるだけの簡単な仕事。まあ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 、初動はね、しょうがない面はある。初動はもう突っ込みます。 OKOK、 もう初動はしょうがないでしょ、これ割とね。なんか区内持ってる気がするけど、気のせいでしょ。 OK、 強力銃弾でしっかりと火力上げてって、でも赤いオーラ持っとけば多分なんとかなるっていうね。なぜか区内を持っていると。 OK、 カメラ発射機ゲッツ。待って、近寄ってくる、近寄ってくる。早い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 って、はいえって、ちょっと赤いオーラが、ちょっと待って、ガチで死ぬって。待って、これ。ドローンが全然強化されてないけど大丈夫。来た。こいつらさ、なんかヒューって速くなんだけど、急に。ちょ、マジやめてくんない、それ。これ何コンすんだ、これ。結構課金してるぞ、このアカウント。ちょ、勘弁して、ほんとに。8秒長くねえか。8秒でお前ら絶対全滅すんだろ。バン。冷静に行こう、冷静沈着モード発動。オッケー。ここはね、しっかり月下一段をパワーアップさせていきましょう。オッケーオッケーオッケー。はいはい、誰も近寄れない。誰も近寄れないはずだった。バン。待て、オッケーオッケー。ガチやばい、ガチやばい。何これ。なんか、お豆ちゃんみたいなの出てきたけど、お豆ちゃん強えな、これ。勝てんだよな、全部基本。待って、もっと格下のところで生きればよかった。もっとさ、格下のところでドヤ顔でさ、はい、勝てました、みたいな。いや、待って、痛い。ちょ、この、ヘビ一匹がきついって、ヘビ一匹がきつい。全部避けていく、ありがとうございます。こんな感じね。オッケー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 。でも8秒長くない？8秒より確かこいつは全部死ぬはずなんだけど。ちょっと待って。きつい。待って。全部スルッと避けていく。ただこれ60秒で全回復するチャレンジモードなんで。いや、これね、区内も取りましょう。ちょっと待って。やばい。区内取っちゃった。ちょっと待って、これ一回全滅させろ、これ。お前らふざけんじゃねえぞ、お前。おい、もう大人の力舐めんじゃねえぞ、お前。オッケーオッケー。構成の爆薬しっかり取って。やべえな、これ。パワーアップもちょっと物足りないで終わりそうな気がするんだけど。やべえな、なんか。あ、でもボス弱い。ボス弱い説あるから、ロケット発生機で、ロケット発生機だっけ、うん、わかんないけど。これで、しっかりと。そして、破壊者作んないととりあえず話になんねえな。じゃ、できれば、もう1コンティニューしたんで、もう1コンティニューでなんとか終わらせていきたい。で、これ破壊者フットアーマーのスピードが上がるほどに攻撃力上がるっていうのもつけてるんで、これなんとかね、2500体まで倒したい。おっと、危ねえ。やっぱ初手のボスが一番きついわ。武器がねえから、あんまり。ライトチェイサーが恋しい季節になってきた。やっぱライトチェイサー、このね、やっぱこのさ、今、なんか、区内みたいに出ちゃってますけど、やっぱ、この武器なし縛りやってると、これ普段ね、自分が使ってる武器がいかに強い武器なんだっていうね、そこら辺をなんかより痛感できますね。ありがたみ、あ、やっぱお米一粒一粒のありがたみをね、しっかりと痛感しながらクリアしていきたいと思うわけですけども、でもガチで鬼畜だな、これ。なぜか区内持ってたけど。オーケーオーケーオーケー。なんかどれ取ったらどれになる、一回、やばい。明らかやばいだろ、この猫の大群。待てよ、これどうするか。はい。これは確定だよね。うん、待って、ちょっと待って、ガチや。これどうするこれ一回ちょっと。これやばいだろ、これ普通に。やばいだろ、これ、どう無理じゃね無理じゃねえか、今の。雷発生機頑張れ、ちょっと待って。ウェポンが足りない。ここでしっかりと。はい。雷発生ゲットしていく。待て、雷発生機が足りねえんだって、これもう全部これ一回殺す。一回殺す消して、これ月下一段のさ、でも区内取って、区内をしっかり取ってって、やっぱ武器ってのは世の中にやっぱり絶対必要なものなんで、これ、これ何コンまでいけんのこれ、ちなみにチャレンジって。待って、これで、待って、あれない宝箱ない？待って、これ無理でしょ、豚。待って、無理。50万円課金したこのアカウントでもう武器なしでは無理っていうこの検証結果がもうすでに出ようとしてるが、危ない、ガチか。ラストか。待って、これ一回ちょっと月下一段来ない。待って、ガチか。もう一生クリアできなくない、これ。待って、これ豚が強えって、そんでガチで強えんだけど、どうしたらいい、これ豚。区内が育ってなかった。区内が育ちきってるもんだと勘違いしていた。はい、忍者手裏剣カモン。あれがねえんだ、イボルブがねえんだよな、まだな。ガチかこれ。おい、ラスボス来い、早く。やばいぞこれ。はい、ちょ待って、これガチやばいって。いやー、やっぱこのね、
ダダサバイバーの武器がいかに必要かっていうのは分かりましたね。やっぱこうやって身をもってね、何かをなくすことによってたまには体験してみるっていうのもね、重要なことなのかもしれないね。おっと、これワンチャンラスボス？おい、これで終わりかな？あ、終わりっぽい。いや、まあこういうことだよね。はい、ということでね、今日はね、武器なしでやってみたんですけれども、まあ無理だったね。ていうかね、バレンタインイベントが多分もうすぐ来ますので、皆さん楽しみにしましょう。まあその頃にまたね、ダダサバイバーあげると思いますので、また次のダダサバイバーでお会いしましょう。うぶー！俺に任せとけ、はるパパに任せとけ。文句があるなら、俺に言え、俺に言え。くだらないライブは僕から割って流しとけ。最高にクールな時間の始まり。Who wants a country? ホログライスステージも淡いな。